丹州、天根順元年10月24日は、李氏朝鮮の第6代国王。聖割、名は、広し、死後は、教養文順定安宗慶順、厚高大王。父は、第5代国王文宗。母は、賢徳王皇剣氏。日は、霊良夫院君ことぶきの娘、定順王皇。1441年8月9日に出生するが、 同年8月10日に母を失う。このために、祖父の清掃高級である、恵ぐみ品養子に養育される。1448年に、夜孫に作放される。1452年に、父の死去により11歳で即位する。当時、序列が高い王妃不在のために、水田調整が不可能な状況であったこともあり、王族代表2名に、自身の保筆を依頼しようじである。 主要を君に女王を配位となり、ロヤマ君に後に諸人に降格される。以後、カンボンドネイエツへ追放される。金城大君が玉物氏となった翌月の同年10月に欧命によりその地で、虐殺刑に処され、遺体は川に投げ込まれた。去年16、寮はカンボンドネイエツにある少寮を。玉物氏から241年後の1698年。 第十九代国王祝僧が、ヤ山君を福井させ、丹州という死亡を送った。成五百五十周年になる二千七年五月、領地、年越で国葬が行われ、悲鳴に一生を終えた若き国王の冥福を祈った。全館上婦院の秋駅館は時々丹州に山葡萄を捧げて、一緒に死を作った。州が死んだ日、秋の夢に白馬に乗った州が、 大白山に行くと言って消えた。そのことから、韓国の民間信仰では、丹州は大白山の神になったと信じられている。ありがとうございます。